潮風が気持ちいいわね。それに波の音がいい雰囲気。もう、ふうくん何疲れた顔してるの？お姉ちゃんの誘いにそんな態度、傷ついちゃうな。任務の最中にこんなに元気な春姉の方がおかしいんだよ。おかしいなんてひどい。でも、今は気分がいいからね。許してあげよう。ふうくんと二人だけの任務ってなかなかないし、こうやって時間が作れることなんてもっとないでしょ？部屋で休んでいるなんてもったいないわ。それに、ふうくんだって私とのデート楽しかったでしょ？何言ってんだよ。学園にいる時だって春姉の呼び出しは珍しくなかっただろう。その時と変わらないって。本当にそう思ってる？顔がちょっと赤くなってない？そんなわけないだろう。というか春姉も顔赤くなってないか？赤いな。あれね、ひょっとして酒飲んだ？はあ？何言ってるのよ。飲んでるわけないでしょ。いや、でも本当に赤いし。あ！さっきの屋台のジュースか！店主の雰囲気からしてうさんくさかったんだ。薬か何かが入っていたんだよ、春姉。早くアジトに戻ろう。アジトには戻らないわ。ふうくんもここにいなさい。何言ってんだよ、春姉。こんな時にふざけるなんて。やっぱり薬の影響か？ふざけてなんてないわよ。私が大丈夫って言ってるの。何の問題もないわ。春姉。何
何よ、嫌だって言うの？いや、そうじゃないけど、どうしたんだよ急に。ほら、ふーくん。これは孫うことなきキス間違う。もう、お姉ちゃんに恥をかかせる気？そんな生意気、絶対に許さないからね。相手はハルネーだぞ。そりゃ美人だし、苦手ではあるけど嫌いではないし。違う。ハルネ、やっぱりおかしいよ。これも薬の影響じゃないかな。薬のせいだったとして何が悪いの？今大事なのは、ふーくんが私とキスしたいか、したくないかでしょ？いや、それは違うと思うけど。私がキスをしなさいって言ったのよ。嫌じゃないなら、ほら。それともやっぱり、したくないの？したくないわけじゃないけど。お姉ちゃんの言うことが聞けないの？男なら覚悟を決めなさい。ハルネーはどうなのさ？ハルネーは俺とキスをしたいの？私がしたくないことをすると思うの？それは。私がさっきのジュースでおかしくなったと思ってるみたいだけど、少なくとも今自分の意思で行動してるわ。まあ我ながらこんな行動に出るなんて驚くけど、ふーくんが相手だからってのは間違いないわよ。はるね、
ハルネごめん、こんな勢いみたいなのは違うと思う。え、ちょっとフー君、覚悟はできてるんでしょうね。お仕置きしてあげる。